はい、今日のジェイクラは、スタンダードガチャ、10連を引いていこうと思います。これでね、限定を引いていければと思います。まあ、二次蹴ってね、85以上狙いたいと思います。まあ、蹴るのはね、1回しかできないんですけど、はい、この10回、いいの引けるように祈りましょう。行きましょう。長い。はい。さあ、あとは虹を蹴るだけ。あー、黄色虹来てますね。じゃあ行きましょうか。はい。ほい。あ、来た。緑。来た。緑虹蹴った。うお。え、何？はい。緊張。はい。あん。4枚目。グレードは全然上がんないですね。どこで上がるんだ？ドン。はい。お、ここでフォーカス。まず1枚目来ましたね。大崎選手ですね。はい、次9枚目。はい。富所選手。あと1枚ですけども、誰でしょうか。はい。酒井が来ました。カシャ。はい。すごい。はい。スタンダードガチャでね、これはいいんじゃないでしょうかね。インサイドカッターとドライブシュート。なるほど。サイド。使うなら右サイドか。難しいとこですね。どうかな。今右サイドは田中俳馬を使ってるんですけど、どうでしょうね。はい、まあでもね、いい引きだったのではないかなと思います。はい、虹蹴れたしね。グレード92。はい、とてもありがたいですね。はい、ということで、今回はこちらで以上となります。まあ、次回はまたガチャ券をね、貯めつつ、まあ、お気に入りクラブガチャ一気に引いたりしましょうかね。はい、そんな予定です。ではここまでご視聴どうもありがとうございました。